導きの調べハム。お母さんが作ったチーズハム巻きが急に食べたくなりました。皆さんこんにちは。というわけで今回は東方ロストワードで遊んでみようと思います。前回の動画で東方アルカディアレコードっていう全く別のね、二次創作ゲームで遊んでみたんですけれども、なんかそちらの動画のコメント欄でなんかみんなからね、東方ロストワードでぜひ遊んでくださいっていうコメントがめちゃめちゃ多かったんで、はい、今回は遊んでみようかなって、はい、思っております。簡単な自己紹介、まずいたしますと、私はですね、東宝を始めて、早2ヶ月の人間でございまして、原作は東宝コーマ教とヨーヨーム、それぞれストーリー、エクストラモードをやった人間でございます。はい。さあ、利用規約がなんか出てきましたね。読みましょう。第1条、本規約について、東宝ロストワールド利用、あら、来たのね。誰だろうこれ。当てていいですかこれ。チルノちゃん。ご機嫌いかがかしら、はじめまして。それとも、あなたと会うのは何の目だったかしら。あ、ちょっと待って、この人。この人、あれだ。やばい人だ。初めてのトラウマが、俺は、レミリアさんだったな。早速だけど、あなたの運命を見させてもらうわね。なんか唐突に占いが始まったね。ええ、私にとってはその程度の能力よ、と。はい。なんか占いが始まりました。待って、なんか来い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 、これは、いや、ここリセマラできんのかな。まあちょっと時間ないんで、まあちょっとまああれなんでリセマラやめとこっか。お願いします。はあ、ゆゆこさんじゃない？ゆゆこさんですか？あなたは。寝巻き姿の女の子みたいだから、ゆゆこさんで会ってるよね、これね。いや、他にはわかんねえな、これな。他にはちょっとわかりません。ん？なにこれ？改めて、あ！自己紹介しておくわね。私の名前は、ハクレイ・レイム。一応の肩書きは、ハクレイの巫女だけど、要は、手のいい便利屋みたいなものよ。めちゃめちゃ可愛いやん。めちゃめちゃ可愛いやん。レイムさん、いいね。現代風にちゃんと可愛くなってるというか、もちろんその原作のレイムさんとか、そういう、なんだろう、キャラデザとかも俺めちゃめちゃ好きなんだけど、これはこれでめっちゃいいね。ふむふむふむ。なるほどね。ハクレイ・レイムを引き当てたと。暗示する未来は、幸運、自由な選択、調和と均衡、同時に、強欲への警告、使命の務めも示されている。あなたって、もしかしてとんでもなくマイペース。よく言われます、それは。リアルによく言われる。仲間が困ってる時くらい、素直に親切になってもいいのよ。まあそういう点も含めて、周りはあなたらしさだと思ってくれてるみたいだけど。ラッキーアイテムは、五円玉という効果、語呂合わせらしいわね。皆さんって占い信じますか？僕結構占いとか、そういうおみくじとかは結構信じるタイプの人間なんで、割とこういうのを真に受けちゃうというか。どうであれ、あなたはこれから気をつけるべき点はただ一つ。何があっても投げ出さないこと、単純よね。それゆえにとても重要よ。さて、次はあなたの名前を教えなさい。なるほど。自己紹介しておきましょうか。ね。はい。この世界における私のあなたの名前を入力してください。ということで、まあ、初めましての方もいらっしゃると思うんで、よければ、改めて名前の方ね、覚えていただければなと、ルメと申します。いやー、見ないでこれ！恥ずかしい！いい名前を持ってるじゃない。ありがとうございます。褒められた。それじゃあ次にもう一つの名前も教えてもらうわよ。名はそのものの運命を司る。あなたにはもう一つの運命を辿ってもらうわ。どういうこっちゃ？異世界転生が始まるのか？その行く末はどうなるのかですって。ふふふ、保証はしないわ。せいぜい楽しませなさい。一人の少女は、とある異界の地へ、誘われる運命にある。おぼろげな意識の中、好奇心に胸を膨らませつつも、不思議と不安はない。故郷へ行く末も定かではない。彼女の呼び名は。女の子の名前か。まあ、ルメコでいいでしょ。諦めればそれまで、あまたの命運は閉ざされる。勇んで一歩を踏み出すならば、運命はあなたに答えるでしょう。不足の訪問者、道を見つけたる外来人よ。赤き運命に彩られなさい。
赤い悪魔。うわ、真っ赤になった。怖っ。ありがとうございました。あ、なんか始まった。かっけえ、この音楽。こんにちは。私の名前は、ヤクモゆかりよ。紫って書いてゆかりさんって言うんだ。あなたの旅路を私がサポートするわ。よろしくね。お願いします。なんか、アルカディアレコードは、なんかメガネの女の子がサポートしてくれたけど、今回は、ね、なんかすごい美人さんがサポートしてくれるんだ。それでは早速戦闘の基礎を教えるわね。まずは、たくさんショットで攻撃してみましょう。ここタップしてと。はい。左下か。フォーミングアミュレット。残りの二人も同じ感じでやってくださいと。あ、これあれだ。マリサさんだ。あ、サークヤさんだ。イケイケね。さあ、後ろにおなり。お、すげえ、トランプだ。あ、痛い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 。すげえ食らってない、これ。あ、やばいやばいやばい。なんかすげえダメージ受けてる。やばいやばい。まあ、多少ミスってるけど。ナイス。いい加減にしなさい。ナイス。オッケー。いや、結構今ダメージ結構でかかった気がするぞ。拡散ショットで攻撃したことで、霊力 P がさっきまでより高くなったわね。はい。集中ショットで攻撃をしてみましょうと。はい、右下か次は。で、マリサさんもマジックミサイル。で、スマートロバー。これが、あれか、サクヤさんか。ナイス、チェックメイト。決めちゃってください。ギャー、耐えられるか。厳しいな。やべえ、結構これダメージ。でかいぞ。抵抗したって無駄よ。頑張れ。覚悟を決めろよ。いや、硬いな敵。ナイス、オッケー。3対2のこの状況を作れたな。だいぶ有利、今。だいぶ戦況有利になってきてるから。まだわからない。集中ショットで攻撃した場合も、霊力は上がるわ。ただし、拡散ショットは霊力が上がりやすい。比べて集中ショットはダメージが多め。なるほど。使い分けが大事になってくるんだ。それでは今度貯めた霊力を使って、ブーストか、ブーストしてみましょう。はい。ブースト、霊力を消費してブースト状態になったわ。次の行動が特別に強化されるわよと。なるほど。で、スペシャルカード、あ、じゃあブーストして、あ、スペシャルカード使えば相当威力上がるんじゃない。ラストワードを使ってみましょう。はい。無双転生。残りの2人も同じ感じにやってくださいと。ブースト、はい、スペシャルカード。すげえ、なんかスーパーサイヤ人とかしてない。すげえ頼もしいわ。ラストワードお願いします。時間の収縮。あ、この曲聞いたことあるぞ。あ、なんか栄翔が、栄翔始まってる。切り刻む。デフレーションワールド、デフレーションワールド、いけー。いや、どうだ、これ結構効いてるんじゃない。このスペカを使う、来た、頼む。マリサさん、やっちゃってください。ブレイジングさあ、いけー。よし、消し済みになったぞ相手。あ、まだ残ってるわ。これがバフかかってるね。本当の意味、攻撃の後、あなたは私について来られるかしら。かわいい。すげえ派手だな演出。おーし、チリ溶かした。これで戦闘はおしまい。あなたはそろそろ目を覚ますでしょう。また会ったらその時もよろしくね。それじゃあごきげんよう。ダウンロードしますか。はい。なんか嫌な予感するんだけど。ああ、忙しい忙しい。これ一発で誰か分かっちゃったんだけど、これアリス・マーガトロイトさんじゃないの。いや、絶対そうだ。ねえ、パチュリー、忙しいわね。いや、違ったら俺もうチャンネル消すわ、自分の。あー、ってた！やった、危ねえ。危ない賭けに出てたけど。あっぶねえ。七色の人形使い。かわいい。あ！ええ、忙しいのはそうだけど、アリス、あなた、かなり楽しそうに見えるわよ。かわいい、パチュリーノーレッジさん。知識と日陰の少女。なんか、こちら側の匂いがするな。あれ、なんか俺たちと同じ匂いがしない。かわいい。そうかしら、気のせいでしょう。まあ別にいいけれど、イーポットはどこに置いたらいい？
ちょっと待って、あのさ、これダメだろ。あのよく見たらさ、これバチュリンさ、結構これ際どいぞ。大丈夫かこれ。若年層にはこれ刺激強すぎないか。まったく、久しぶりのお茶会だからって浮かれちゃって、私みたいに冷静に対応してほしいわね。いや結構、あ、そのルックスはだいぶ大胆というか、結構危ないけどね。あ、出た、すまんすまん、遅くなったぜ。なんか爆弾持ってないこれ。何持ってんだろうこれ。遅いわよマリザ。いや悪い悪い、ちょっと森で珍しいもの拾ってさ。キリサメマリサ、かわいい。爆弾じゃなかったこれ。何これ、コンパスみたいな、なんだろうこれ。よくわかんないけど、なんだろうね、何かを持ってる。一体何なんでしょうかこれは。あ、出た、ちょっと失礼するわよ。かわいい。おいおい、どうしたんだレイム、何か用事か。あ、お茶してたのね。私もご相伴に預かっていいかしら。何このもうさ、次から次へと新しい女の子が出てくる。何この花園。この世界で一生暮らしていたいんだけど。構わないわよ。これじゃあ、お言葉に甘えてっと。かわいい。もういいや、俺この世界で住む。この世界で暮らしましょう、皆さんもね。はい。今すぐこのゲームインストールしましょう。インストールしない人は、呪われます。わあ、なんだびっくりしたこれ。鈍い音がしたけど。あ、紫さんだ。お、かわいい。言ってたのよ。ただでさえ毎日が異変の火種のワゴンセールなんだから。なんて言った今。年明けといえば初詣。あ、レイムさんがやっぱ喋ってるわ。さて、お祈りの方法これから伝授するわ。あ、これ紫さんだよね。まずはここタップして、はい、お祈り。課題がの。はい、ごめんね、カットするね。今回は10回お祈りをしましょう。ここタップしてと。あ、ふう。なんだったっけ、再戦と風結晶か。風結晶使うんだ。どうも、まあ、初回だからこれサービスしてくれると優しい。頼む、なんかいいの来い。頼む。東方の神様、仏様、奈良の大仏様、何でもいいから、ありとあらゆる神様、僕に力を、我に力を。頼む。あ、待って、これ。ロードがさ、今見た？これ結構ね、ソシャゲあるあるだと思うんだけど、ロードが長かったら、かなりこれ、期待できるよ。今の。画面をタッチ。なんかいいの来い。虹の来い。来たー、なにこれ。人間の里。江戸時代ぐらいかな。安土桃山時代か江戸時代ぐらいかな。あ、かわいい。あ、え、よ、なにこれ。私の名前はキリサメマリサ。見てわかる通り、どこにでもいる普通の魔法使い。普通の魔法使い、なんか星が一個増えたね。やった。あ、かわいい。誰だろう。あ、これもなんか星5だ。西田里代さん、よろしくお願いするね。里代さんだ、かわいい。里代さん、おお、蝶よ花よ、なんかすげえいいね。こういう絵、本当に幻想って感じがするわ。うわ、何これ、何この、この世界的名画。世界的名画は何これ。美術館に飾ってもいいぐらいこれ尊いんだけど。レミリア・スカーレットさんと、誰だろうこれ。レミリア・スカーレットさんと、フランドールさんかな、合ってるかな。あー、何これ、なんかすごいぞこれ。誰だこれ。私のお気に入り。誰でしょうか。おー、すごい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 。あ、待って、これ、チルノちゃんと、あ、チルノちゃんと、
やべ、レティホワイトロックさんだ。レティホワイトロックさんだよね。合ってるよな。いや、いいわ、結構知ってるキャラが出てくれてる。あ、待って、また出たぞ。星5、虹色、スイートドリーム。これ待ち受けにしようかな。展開。いや、結構いいの引いた気がする。どうなんだろう。お祈りの結果はどうだったかしら、どうだったかしら。それじゃあ、本命戻りましょうか。はい。こちら、反抗しておきました。かわいい、ありがとう。元井小鈴さん、ありがとうございます。金銭500円。ありがとうございます。次、霊力 100p もらえる。マリサとは腐れ縁だけど。なんか、違うの出てきた。紅美鈴さんじゃない。ごめんごめん。久々に会ったから。本命人さんだ。ごめんごめんごめん。本命人さん出てきた。あ、課題なんかいっぱいもらえそう。一括でじゃあ受け取ろうか。ありがとうございます。なんかいっぱいもらったぞ。はい、で、これで戻って、戻って、電書。あ、電書すげえ。あ、なんかすげえ。え、なんか大丈夫。なんかもらいすぎて申し訳ないんだけど。あ、また出た。あ、お祈り忘れてませんか。来た。お祈りしよう。わかった。オンパレードはわかったから。ちょっと、ありがとうね。待って。お祈りこっちか。めちゃめちゃ。いや、もう実況者いらないな、これな。もう、霊夢さんがすべて喋ってくれるから。いらなくない、これ。必要性がなくなった。72時間お祈り。なんだろう、これ。初心者応援。3回限り。新結晶、神結晶300個でお得に。神結晶、これどうやって手に入れるんだろう。ちょっとわかんないな。うわーこれ、やべ、全部引きて。ごめん、これは誰かわからないわ。知らない人ばっか。わかります。あ、バチュリーさん。かわいい。そういう顔もするんだね。初めての、祭りへ、馬、交換。これ、なにこれ。あ、もらえるやつだ。もらえるやつだわ。あららら、あー、これ全部見えちゃうわ。これ全部見えちゃう。あ、ルーミアさんいる。大妖精さんもいるわ。すげえ。知り合い結構いるわ。よかった。チルノちゃんもいるし、本命林さんもいる。パシュリーさん、タクヤさん、レミリアさん、グランドールさんもいる。レディオファイトロックさん。待て、今、目の前に推しがいるんだけど、推しがいた。推しがいました、僕の。あの、欲しいんだけど、ちょっと交換していいですか、皆さん。僕の推し、一押しです、これ。さあ、来るんだ。推し5。え、ボイス、あ、よかった。私はチェンだよ。ボイス聞けた。見たところ、普通の人間みたいで弱そうだけど、本当に大丈夫なのかな。いや、いいね。チェンさん、いいね。かわいいね。いいやん、いいやん、いいやん。あ、尻尾ついてるんだ。いいね、こういう二次創作で尻尾ついてることとかも知れたわ。尻尾ついてるんだ。何これ。あともう一人選べるわ。これ下見ていい?やべえ。ま、全然、全員知らないからさ。もう誰が誰だかわかんないから、まあ、見ても大丈夫だよね。わからないわ。うん。あ、なんかすごいぼやけてる。なんかいっぱいいるんだなぁ。なにこれ、フランドールさんもらっとこうか。フランドールさん絶対強いでしょ。交換しよう。ごめんなさい、ちょっと、もらうわ。とりあえずなんか強いっていうイメージで。もらっとこうわ。もらっとこうか。お呼びかしら。私はフランドール。かわいい。フランドールスカーレットよ。もしかしてあなたが新しいおもちゃなの？え、俺おもちゃ扱いされてる。フェスゲンのパチュリーさん欲しいから、これ今弾けるかな。弾ける。パチュリーさん弾いてみよう。フェスゲンだからね、限定だから。限定って言葉に結構反応しちゃう人間だ俺。まだいける。まだいける。まだいける。
虹。うわ、ま、あ、かわいい。ジルノちゃんと大妖精さんだな。静かの海。何これ。いや、いいな、これ。めちゃめちゃ綺麗じゃない、これ。こういうさ、背景とかめちゃめちゃ好きなんだよね。なんか綺麗な背景とか Google で調べたりよくするんだけどさ。あ、うわ、星5出た。死ぬまで借りるぜ。泣いてる。パチュリーさん。ワクワク。序盤のここはまだわからないよね。ここからだよな。はい、金が、金来ました。次。来た!これはやばいぞ。さあ。オーマイゴッド。オーマイゴッド。あ、すげえ。あ、すごい、これ、星5だ。虹流道。わからないわ。誰かわからないけど。あ、また綺麗な景色だ。俺これ好き。美人。誰だろう、これ。めちゃめちゃ可愛い。綺麗だね。なんていう名前の人なのかな。あ、また出た、これ。可愛い、可愛いってなんだ。何言ってんだ、俺。脳死で可愛いを言ってるわ。すげえ。景色いいね。これ地球かな。一体どこの惑星にいるんだろう、俺は。うわー、マジか。弾けなくなっちゃったわ。単発で行こう。もうこうなったら。頼む。多分、10連の方が、星4以上確定とか多分そういうのあると思うんだけど。うわー、さすがに厳しいか。まあ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 。言うてまだ一発で。あ!待て、名前を思い出す。ヨウムさんだ、ヨウムさん。ヨウムさんだ。すげえ。いや、綺麗だな、本当に。めちゃめちゃ綺麗じゃない、イラスト。すげえんだけど。金来た。虹。もう一段階。もう一段階。まあ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 、かわいい。チルノちゃんだ。いや、いいね。かわいい。最高かな、このゲーム。さあ、来い。ああ、来ないかな。あ、まだわからない。でもどうせ来ないんだろうな。あ、くそ、ここ、逆フラグをすることで、来るかなと思ったんだけど、虹。来なかったわ。アーキタイプ、アーキネーターに見えた。誰だろう、これ。わからないわ。でも、可愛いことには間違いないから、OK です。一概に星5とかを集めるんじゃなくて、まだ来てないキャラクターとか、いっぱい来てほしいよね。まあ、キャラクターとか景色とか、白麗神社、いいね。あ、何これ。美味しそう。待て、今、ロードすごい長かったぞ。ワンチャンあるんじゃない？これはなんか匂うぞ。確実に来る匂いがする。匂う。あ、これ匂うわ。来るわ。まあ、めちゃめちゃ綺麗だから OK だよね。Oh my god!